はい、弊社は垂直式太陽光発電というものの事業を行っております。こちらの垂直式太陽光発電は北海道に特性を持った垂直式になります。特に弊社としてはグループで農業法人も持っておりますので、農業と一体のソーラーシェアリングという形で実際に今運営を開始しております。最大のメリットとしては雪の影響を受けないというところが一番の大きなところと、あとは工作の邪魔にならないような形で設置することができますので、営農型と太陽光両立したモデルを構築しております。こちらは実際には向川町という場所ですでに実証開始しておりまして、今すでに太陽光発電をしながら下でかぼちゃを育てているという、すでに実装運営しているモデルになっております。雪以外の最大のメリットとしましては、一番大きな特徴は通常の太陽光と発電するカーブが違うというところが一つあります。こちらの写真に写っているモデルの絵になるんですけれども、こちらは通常の太陽光は日中の時間に一度大きいカーブを描くんですけれども、垂直式太陽光は南北に向かって90度に設置されておりますので、朝と夕方通常の太陽光と違う最大のピークを迎えて発電することができます。